カサニマロ。どうも、こんにちは。カサニマロ理系担当、ベントと。どうも、こんにちは。フチのトーです。はい、ということで、結構ね、久しぶりの撮影でございますので。そうよね。ちょっと、テンポがつかめてないですけれども。そうそうそう。はい。今日はですね、スランプ対処法ということでお話をしていきたいと思います。はい。じゃあ、まずね、5個持ってきておりますので、うん、まず、フチのトーから説明をお願いします。まあ結構ね、この中に二次試験の時期っていうんでね、スランプなんか起きやすいと思うよね、うん。共通テストからこのバランスが変わってしまうということで、で、大体消化していこうというふうに思います。まず1個目ですね。皆さん二次試験っていうことで、難しい問題結構挑戦してると思うんですよ。で、難しい問題ばっかやりすぎてないですかっていうことですね。だから1個目のアドバイスは、簡単な問題、ちょっとやってみようということを言いたいです。例えば、もう一番最初、勉強の前、本当に始める前に、100マス計算ちょっと入れて、頭リフレッシュしてみるとか、本当に簡単なパズルゲームであったりとか、本当に簡単な問題っていうのを、まあ数学やったら今の感じですけども、英語やったらめっちゃ簡単な英単語をやるとか、そういうふうな、簡単な、いつでもできる勉強っていうのを、まず勉強に始まる前に入れてみてはどうかなというふうに思います。はい、そういうふうに簡単な問題をすることで、リズムがつかめていくんで、そこは大事かなというふうに思います。で、2個目は、うまくいった時のルーティンを思い出すということです。皆さん、なんかいつかずーっと勉強人生やった時に、うまくいった時っては絶対あると思うんですよ。今がスランプっていうことは、前はもっと良かったってことですよね。っていうことは、うまくいってた時の勉強法を思い出してください。何時に起きて、どういう勉強してて、どういう感じでやってたか、みたいな感じで、その大体イメージですね、を思い出して、それを実践してみてほしいなというふうに思います。で、具体的にはまあ、勉強の話で言うと、うまくいった時の過去問をやってみるっていうのも一つあるかもしれないですね。まあ、いっぱい粘土があるので、うまくいった時の過去問をもう一回やってみるっていうのもありだと思います。で、三つ目はちょっとこれまでめちゃくちゃメンタル的な問題なんですけども、なんか派手な服を着たりとか、派手なパンツを履いたりっていうのは、一個ありかなというふうに思います。弁当もこのオレンジの服は結構テンションが上がるってことでね、着たりするんで、あとはなんかパンツとかやったら別に制服でもわからないじゃないですか。だからそれでなんかテンション上げたりっていうのは、フチのトー自身はしていましたね。ということで、そういうのもメンタル的な部分ですけども、おすすめかなというふうに思います。はい、じゃあ次、弁当お願いします。はい。で、まずですね、じゃないな。接続詞おかしかったですけど、勉強から距離を置いてみてください。うん、で、これグータラするでもいいですし、うん、大学の勉強するっていうふうにしていただいても OK です。要はその勉強がこう飽きた時に、勉強しないという選択肢と、で、勉強しないと不安だから、じゃあちょっと勉強した気になれるっていうので、大学の勉強をしてみる。こうすると距離が置けるので、その、スランプっていうリズムからは出せられます。まあ、ずっと休めてるもほんま1日フチのトー的にはもう全く休んじゃう、うん、1日ほんまにグータラしたら、あ、やばい、1日勉強しんかったってなって、余計勉強できたりするかもっていうのも思いますね、うん、バネエネルギーみたいなもんなんでね。そうですね、はい、間違いないです。で、4番です。4番かな、4番です。英語国語は鈍らなければ読まない、間違えた、国語英語は読まなければ鈍る、バレバレやな。国語英語は読まなかったら鈍るっていう、もう人間のその特性を知っといてください。だから一時的なものです。国語とか英語って長文じゃないですか。だからすごいコンディションによるんですよね。だからその一回できなかったら、あ、できなかったってなるから、できなかったってなった状態で次の問題って言ったら、それできないっていうマインドの状態でやっちゃうでしょ。だからそれなんかすごい繊細なところが生きてきてるんですよ。なんで一時的なものだと認識していただいて、もうそれって終わるよってことを、ね、信じておいてください。で、ラスト5番、一旦その平均点とかボーダーとか合格最低点っていうのは度外視しましょう、ね、なんか7割取らないと受からないっていう人がいた時に、じゃあ偶然68いけたっていう時があったら、あ、じゃあ次70いけるわって思うじゃないですか、うん、で、次70いけるわって思ったら、大体そうはうまくいかない、68取れた次って62やったりするんですよ。で、わあ、やっちまった、スランプだってなるんですけど、そうではなくて、もう一旦合格点を自分の中で設けてください。たとえそれが合格最低点、あ、もう70じゃないといけないっていう状態であったとしても、今現状40なんだったら、じゃあ一旦55で OK というふうにしてみるでもいいですし、今現状40でもなんかずっと停滞してるんだったら、じゃあ40取れたら OK ってことにしてくださいっていうふうにすると、モチベーションが低下することによるスランプっていうのがなくなるので、そのモチベーションの面から見て、一旦その合格点を自分で設けてみる、要はその合格最低点の9割取れたら OK っていうふうに自分でね、設定してみるっていうのもありです。ということで、なんか伸び方ってさ、こうまっすぐヒューって伸びていくっていうよりはさ、なんかこううねうねしてだんだん上がっていくっていう感じようなイメージ、うんうんうん、だから絶対こういう時はあるはずで、うんうん、もちろん全体的には伸びていってますし、多分皆さんのインプット量っていうのはどんどん増えていってるから、うんうんうん、もちろん積み重ね式にはなってるんですけども、こう伸びるっていうよりはなんかうねうね上がって下がったりしながら徐々に伸びていくっていう感じだと思うんで、うんうん、それでね、なんかあまりその辺は気にしなくていいかなとも思いますね、うん、実際最後の方ってなんかこう行ったりもするので、ああ、そうやね、指数関数的にビョーンってね、そうグラ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 っていくんでね、うん、それをまずはちょっと信じていただいて、はい、っていう風にマインドを持つとスランプが
結構解消されるかなというふうに思います。はい、じゃあ、はい、終わりましょうか。バイバイ。バイバイ。